問題のない私たちとは、牛田牧著作の小説、同作を漫画化した木村文の漫画、及び同作映画タイトル。牛田牧のデビュー作。著者は執筆当時現役の中学3年生だった。集英社コバルト文庫から2001年12月10日に出版。第一部、笹岡美夫はクラスを牛耳るいじめの主犯格で、塩崎マリアを瀬川水木。 松野綾と共にいじめており、マリアのいじめは、彼女が、自分たちに与える不快感による、近親像への正当防衛だと、主張、死ぬくらいの勇気があるなら、歯向かっていけばいいのにと思っていた。その時、転校生の新田にあさきが現れる。みおは、あさきが気に入らずいじめるが、あさきは水着。 あや含むクラスメイトたちと共に逆にミオをいじめ始め、クラスでの権力はあっきに移り、完全に立場逆転してしまう。父親は気づいてくれるかと思いきや、再婚の準備で向き合ってくれない。そんな中、唯一手を差し伸べてくれたのは、ミオが以前いじめていた、マリアだった。第二部ミオの父親が10日と結婚、父親たちは新婚旅行へ行く。その間ミオが夕食を買いに、 コンビニへ行くと、担任の加藤先生が万引きしているのを目撃。加藤は、翌日体調不良を理由に休み、自習となる。加藤は、その翌日に、自習に出した問題が丸写しされているとして、身を問い詰める。身をは否定するが、加藤は、身をが言い訳するのは、片親が原因だと発言。切れた美容は加藤が万引きしていたことを暴露。が、これが原因となり、 ミオは、切れる生徒のレッテルを貼られてしまう。翌日ミオは加藤に呼び出され、万引きしていたことを否定してほしいと頼まれる。しかしその様子はビデオに撮影されており、しかも、加藤の良いように編集されてしまう。ミオは、定額処分となる。ミオが、定額処分を終え、学校に登校すると、加藤がクラスを牛耳っていた。ミオは対抗するかと思いきや、加藤に屈してしまったため、 クラスメイトたちの信頼をも失ってしまう。だが、納得のいかなかったミオは、授業をエスケープ。ここから反撃が始まり、加藤は学校を辞めることとなる。しかしミオはいじめを受けていた苦しみから、加藤の気持ちが理解でき、何らかの違和感を覚える。第三部ミオたちの学校に、新入生が入ってくる。その中に明らかに毛色の違う山下緑を発見。 緑は早速先輩に目をつけられるが、ミオと朝サが助ける。だが緑は助けてくれた二人を偽善者扱いする。だが、あるきっかけでミオと緑は仲良くなる。互いを知り合っていくが、ある時緑は切れ、ミオの前でリストカットをする。それ以来みおは緑を避け始める。緑がリストカットを始めたのには過去が関係していた。それは、 中学受験によるプレッシャーであった。些細なる SOS だったが、親から注意され、手の甲の自傷行為は腕へと変わる。その後水は、中学受験に失敗。ミオは緑を救うことを決意。一人じゃないと必死に励まし、緑は構成の道を歩んでいく。修営者間、マーガレットコミックスストレード区のプロデュースにより、舞台版が公演された。原作表記は漫画版になっている。 ダブルキャストが多い。ありがとうございます。